文鳥を紹介してもらう。これがシナモンです。これは桜です。これとこれは白です。これは親で出しっぱなしにしている鳥です。これね、あのヒナの声を聞いたら必ず飛んできますね。あとには出しっぱなしにしてるんですけどね。これのパートナーがね、今卵を抱いてるんですよ。でもさっきこっちに来てましたからね、卵を抱く時間がものすごく短いからさ、生まれないかもわかりませんね。これがもう来ると一緒に連れてくるからね、卵を抱いてる暇がね、夜しかないんですよ。夜は帰りますからね、いくら遊んどっても。かなりね、大きさに差があって、これがもう一番大きいものだしね。これはもう、この白が小さいですね。どいてくれんかい。これシナモンです。この辺分子は食べるんですよ。こんなサイズ小さいサイズですけどね、実際は食べますからね。また来ましたね。これ頭にも来てますね。なんか変な分子が、これおい、いかんじゃないか。これどうしよう。ほら。これなんだろう、頭は。シルバーです。おい。こうやってくれるか。こうやって。ヒナを見てね、必ずどんな鳥もやってきますね。オカメもね、あのヒナをやったり出したりすると、お客さんにお見せしたりするときはね、3ヶ月ぐらいのヒナが寄ってきますね。おい、悪くやったらダメだよ。
ますます餌を狙ってます。もうそろそろ餌がなくなりました。